地球温暖化に何かしたいなと思ってこの会社を選びました。私たちの生活を支えるインフラ企業東京ガス、そこで人一倍研究に勤しむ一人の女性社員がいます。その裏にはある強い思いがありました。おはようございます。今日はインフラ企業で誰もが知ってる企業東京ガスさんにやってきました。新卒7年目研究職の西田さんに密着しようと思います。それではレッツゴー。東京ガスの基盤技術部の西田陽子と申します。新卒7年目で、材料評価の研究を担当しております。ちなみにめっちゃ気になったんですけど、はいはい、ザ研究職の方のデスクって感じですね。 ありがとうございます。引き出し見たいです。どうぞ。おーすごい、はい、これ何ですか。これも過去の資料とかそのものこうしたり、これ何書いてあるんですか。先輩に教わったこととか、はい、実験のメモとか全部ノートに取るようにしてます。あ、すごい恥ずかしい。これ一番恥ずかしい。あ、これ一番すごい。自分で勉強したやつですね。これ好きじゃないとできないですね。この時は必死でしたね。私はそれらのところが気になっていたの。今、お偉いさんたちと西田さんが入ってったんですけど、テーマごとの発表会があるらしくてよくわかんないのでちょっと見れます。解けなかったっていうのが正直なところで、やっぱ答弁は結構ちょっと待って、太陽光の話してて東京ガスさんだよねって思って、ハテナって感じだったんで、何の話してたのか後で西田さんに聞こうと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。東京ガスさんって、はい、ガスの会社なんですね。そうですね。ですよね、はい、なんで太陽光パネルの話してるんだろうと思って。もともと結構ガスの研究が多かったんですけども、最近はその再生可能エネルギーとか、あと水素とか、研究所ではガスに限らずいろんなテーマに今手を出している状況になります。そっちに太陽光パネルありますもんね。 あれも実験に使っていて、実際に物を置いてやってみるっていうのを今やってますね。アメイジング。次の回に行きます。スポッテスで4段階にちょっと分けていて、翼型性能への影響を見積もったもの、次に噴射性能への影響まで見積もったもの、単価をと長さを事前に決定して上等しましょうということになりました。が本当に一致してたので、今後も適宜情報交換を行っていく予定です。途中参加させてもらったんですけど理解できました。びっくりしたのは国際的な取り組みとかを結構されてるみたいなところが結構印象的で、そこに関しては結構目も垂れたかなって思ってます。まだ分かりきってない部分ももちろん素人であるので、そのあたりはちょっと西田さんに聞こうかなと思ってます。国際的な取り組みの話とかされてませんでした。他の会社さんと協力して世界の、なんか研究メンバーみたいなグループに入ってるんですけど、そこにちょっとレポートをまとめようっていう取り組みがあって、はい、一部をお手伝いさせていただいてるっていう感じです。いや、持ってる持ってる。すごい怖い。これネジですか。面白い。ちゃんとハマるんですよ。あ、すごいすごい。やっぱりあの研究職の皆さんってこういうネジが興奮するというか、はい、あ、そうです、彼は興奮する。麺類、カレー丼、転職続いてる新聞からデザイン、ノーハンに今日、皆さん、東京ガスの好きなところとかを聞きたいんですけど。意外と何でもやってるところ、東京だけじゃなくて世界に事業所があったりとか、ガスだけじゃなくて電気とかサービスもやってますとか、意外と頑張ってるなって思います。東京ガスが何かをやれば一応社会が変えられるかなっていう、インフラ事業なんでそういうところがいいかなって思っています。
かっこいい見ていただいて分かると思うんですけど、社員の方皆さんすごいフレンドリーでいい方が多いので、事業内容もそうなんですけど、働きやすくて毎日楽しく働けてるなっていうのがいいところだなと思います。じゃあ午後も皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。入ろうかなここでハサミ、こいつが耐えれるかが斜めに冬持ってたぐらい。そうだね。これ何やってるの？あ、ごめんなさい、これは風力発電の羽なんですけど、はい、分析するように小さく切るっていう作業をやっております。頑張ってください。ありがとうございます。地球温暖化に何かしたいなと思ってこの会社を選びました。小学校の時に、シロクマの乗った氷が地球温暖化で溶けますっていうニュースを見て、すごくショックを受けたんですけれども、地球温暖化のために、黙って見ているんじゃなくて、自分で何か行動を起こせるような大人になりたいなと思ったのがきっかけです。就活する年になって、他の業界も見ていたんですけれども、その中で東京ガスっていう会社が一番、その自分たちが CO2 を出しているっていうことに責任を感じているなっていうのを説明会とかから思いましたので、この会社に入れば、そういう仕事が必ずできるんだろうなとまず一つ確信しました。あとは CO2 を出さないでくださいっていう立場よりも、自分が出さないように気をつけるっていう立場の方が効果が大きいかなと思ったので、その CO2 を出す立場にあえていこうと思って東京ガスを選びました。あとは面接でその小学校の白熊の話をした時に一番真面目に聞いてくれたのが東京ガスの面接官の方だったっていうのも決め手の一つかなと思います。長らく分析のお仕事されてるんで、いろんな分析装置の使い方とかは網羅されていて、何でも困った時にすぐ聞きに行けば何でも教えてくれる。実験以外のところでもいろんな先輩方と活発にコミュニケーション取られてるんで、周りからも頼りにされていたりとか、いろんな人が西田さんのところに聞きに来たりとかっていう姿を見てると、僕もただ仕事するだけじゃなくて周りから頼られるような存在になりたいなっていうのは日々働いてる姿を見て思うところがあります。今はこれができるかなっていう、要素研究みたいなところを結構やってるんですけれども、ゆくゆくは風力発電とか、あと LNG 基地のメンテナンスに実際に使ってもらえるところまで持っていきたいなと思っていて、そのためにはその技術を実際に使えるように製品にして、精度がきちんと出て正しいメンテナンスができるっていうところまで持っていかなければいけないので、かなりハードルは高いんですけれども、東京ガスが風車のメンテナンスをやるっていう事業を立ち上げて上げるまで自分がその製品に関われたらいいなと思っております。あ、お疲れ様でした。これでもう今日の一日の業務は終わりです。あ、はい、今日の仕事終わりました。あ、長い長い一日、はい、これで私たちは帰ります。あ、はい、一日ありがとうございました。いや、めっちゃいい会社、ガスだけだと思ってたんだけど、全然ガス以外にめっちゃありました。Amazing!